はい、しげちゃんです。ということでね、今日は超富裕層を狙うための資産のポートフォリオを紹介したいと思います。はい、超富裕層というのはですね、5億円以上なんですよ。5億円以上。これがですね、2021年の時点では、9万世帯ですね。いるんですよね。5億円以上持っている人がですね、9万世帯いる。この中には、はい、入りたいですよね。はい。2023年の今現在は、もっといるかもしれない。10万世帯ぐらいいるかもしれないですね。はい。この中に入る。入るにはどうしたらいいかということを、戦略を立てないといけないんですよね。ポートフォリオを組まないといけない。自分の資産のですね、を洗いざらい出してですね、今、何パーセントあるかっていうのはね、調べないといけないですね。ほとんどの人がですね、貯金に 100% 振ってると思いますね。貯金に 100% 振ってると思いますんですけどね。それだと超富裕層にはなれないんですね。実は。なれないんですよ。貯金はですね、理想的には 10% ね、やりたいんです、ところなんですけど、4分の1以下に抑えておけばいいと思いますね。貯金っていうのはある程度必要なんでね、税金も払わないといけない。税金は日本円で払わないといけないんで、その税金もね、取っておきましょう。あと、ゴールドですよね。ゴールド持っておくのと、株式でゴールドを持つことができるんですよ。株式で持つには、純金上場信託っていうのを買っておいた方がいいですね。はい。ゴールドは安定なんでね、いつの時代でも、安定なんです。今はですね、日本円とかドルが弱くなっていく時代なんで、ゴールドをある程度手厚くね、持っておいた方がいいんですね。はい。あと日本株ですよね。日本株なんかは今後ね、上がっていきますから、いろいろね、持っておいた方がいいですね。あと、米国株はちょっとリスクが上がりすぎてんでね、リスクがありますから、控えておきましょう。あと、一番持っておいた方がいいのがビットコインですね。暗号資産。ビットコイン。ここですね。ここが今持ってればですね、大きくね、資産を伸ばすことができるんですね。あとは、強気でイーサリアム。あと、エイダコイン。その他の暗号資産。で、ということでね、資産の半分ぐらい、半分をですね、暗号資産に向けるというのがですね、超富裕層への近道ということに なるんですよね。実際はそうなんですよ。はい。貯金だけしてるっていうのはちょっとまずいですね。はい。暗号資産が一番伸ばすことができるんですよね。ということで、こういう戦略を立てていきましょう。で、ビットコインがなぜ重要なのかというお話をさせていただこうと思うんですけども、これはですね、ビットコインのオールタイムハイを集めた曲線を書いているんですよね。こういう難しい式で、過去のオールタイムハイをね、トレースすることができておりますと。こういう式に従いますと、過去の例を見ていきますと、2013年には1300ドル、
2017年19,000ドル、2021年68,000ドルまで来ましたと。で、2025年の予測としましては15万ドルから15万ドルから20万ドルですね。はい。約2000万円から3000万円。いくと。で、2000万円から3000万円ですよ。ここを覚えておきましょうね。うん、で、2029年には、40万ドルから60万ドルという予測が出ておりますんでね。はい、まあ、チャンスはあと2回あるってことですよね。要はここは重要なポイントですね。チャンスは2回あるということなんでね、しっかりとね、自分の資産をですね、洗いざらいポートフォリオを組んで、あの何パーセントのね、あの暗号資産に振り向けるかっていうのはですね、しっかりと考えた方がいいですよ。何パーセント振り向けるのかということを考えといたら、まあ安心できますからね。ということでね、はい、皆さん頑張っていきましょう。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。